おはようございます。2012年6月18日月曜日6時5分になりましたと言った瞬間に6分かなちょっと出遅れましたが、時々ね、なんかね、音楽の再生がうまくいかなくて突っかかることがあるんですよね。まあこれソフトウェアで無理やり音声のミキシングをやってるんで、多分それの影響だと思うんですけど、もうちょっとなんかいい方法がないかなと思いながら、まあハード買えばいいんですけどね。金額なんて確か数千円ぐらいだったと思うんで、仕入れてるんですけど、ただどうもね、私はこのパソコンにいろいろこうハードをくっつけて対処するっていうのがどうも好きじゃなくて、もともとソフトウェアな人なんで、ソフトウェアでできることはソフトウェアでやろうよみたいな発想がやっぱりどうしてもね、ベースにあるんですよね。さてさて、今日はですね、テッククランチから見ていきたいと思います。今日ピックアップするニュースはこちら。最初に出てたんで、画面あんまり変わってないかもしれないですけども、ツイッターついに50プラスをやめて、リツイートの正確な数を表示。あ、ちょっと映ってないですかね。こんな感じですね。今まで、多いやつはプラス50プラスって50以上あるよっていうことで、このあたりがリツイートの数とかがこうなってたんですけども、それがですね、ちゃんとこう表示されるようになったということで、まあここにサンプルとしてこう出てるのがあるんですけど、例えば、ビル・ゲイツがポリオワクチンの話とかをこう場合はリツイートが1179で、お気に入りに119登録されたとかですね、こっちはすごいですよね。ジャスティン・ビーバーなんかがつぶやくとですね、リツイート43,843回で、お気に入りに登録されたのが17,834とかっていう、こういう数字がこう出てくるわけですね。で、まあこの記事にも書いてあるんですけども、こういうですね、数字がこう明確になると、まあある意味、そのゲーム性っていうのがすごく増してくるんで、こういう数字を競う人たちがやたら出てくるんですよね。正確に出るがゆえに、1万回リツイートされたとか、1万1000回リツイートされたみたいなのを競うようなことがあるんですけど、まあ、個人的に遊んでる人たちとか、そういうね、お遊びでやってるゲームとして遊んでる人たちはいいんですけども、そこにですね、ビジネスの話を絡めて持ってくる人たちが、これまたね、多くなるんじゃないかなと思うんですよ。で、今まではツイッターって、そのなんか、フォロワーの数とかで、なんか競ってた部分があったんですけど、結局50プラスって出ちゃうので、50以上は一緒だったんで、でところが今度こういうふうにリツイートの数とかがはっきりしてくるとですね、今度はというよりも、そのフォロワーの数なんかが問題ではなくて、リツイートされてるかどうかが結局、あるいはお気に入りに登録されたかどうかっていうのが問題なので、本当のところはね、要は口コミがどれだけ起きたかどうかの話ですから、まあ、そうするとですね、その数を競う話になっていって、でやたらこうね、いろんな実績作りに励む人たちが出てくるんですよ。でその実績を持って、まあコンサルする人たちが出てくるわけですね。私が言うのもなんですが、ソーシャルネットワークではこうやるべきだみたいなのとか、たった1回のツイートで1万人がリツイートしてくれた、口コミを起こした事例みたいな紹介して、でこうやればいいんだよみたいなことをね、言う人たちがこう言うのが出てきて、でそういうセミナーとかにわーってこうみんながこぞっていって、おーみたいなことになるんじゃないかなと思います。まあそのために今実績作りに躍起になってるかと思うんですけども、ただですね、それってどうなのって私なんか思っちゃうんですけどね。例えばその10万人にリツイートされたって言って、でお店に来た人はゼロみたいなねそれじゃあちょっとなんか違うでしょって感じですよね。でたった10人しかリツイートしてなくても、
お客さんが10人来てくれれば、そっちの方がはるかに価値があるわけですね。リツイートした人はみんなあのお店に来てくれてると。だからそういうところにこうポイントがあるんであって、単にこう数を競うみたいなねことをやっちゃうと、というかまあそういう風になっちゃうんですけどね。こういう風にで、またツイッターもそうした方がよりこうみんなが競ってくれるから活性化するっていうのがあって、まあツイッター側からすれば確かにそれはそれで意味があるんでしょうけども、果たしてそれがどこまで意味があるのかっていうのは、私はねすごくこうよく考えて何のためにやるのかって、もうお遊びでこうねこの数字を競うっていうんだったらそれはそれでもいいんですよ。それは別に私は否定しないんですけども、ただその数が多いイコール結果につながるっていうのとちょっとまた意味合いが違うので、そのあたりはよく考えましょうねっていうことですけど、さて、そんなところで今日は月曜日1週間のスタートです。また、新たな1週間始まります。6月はね祝日がないので、毎週月曜日から金曜日まで、勤務っていう方多いかと思いますが、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。